はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、今回、まあしょうもない話なんですけどもね。ほう、しょうもない、健康についてってタイトルにあると思うんですけども、もうそれ話し出すってもう年ですねそうなんですよ。これなんでかっていうと、最近そういう話がコメントでも多くなってきたんですよね健康について。なるほど、ね、そのだから僕の、はい、誕生日やったじゃないですか。あ、ありますね。そこにいろいろコメントいただきまして、で、今回、全部そこの動画についてるコメント全部僕返信したんですよ。おほう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 、うん、で全部返信しまして、でいろいろ書いてたんですけども、大体コメントに健康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 や健康に気をつけてたんで、そうやなと思いながら、まあ、年齢的にね、そろそろちょっともう健康問題が出てきてもおかしないっていう年っていうことですね、うん、それはね、まあ、健康とかとね、うん、まあ太らないようにとか、うん、でもランスさん痩せましたよね。痩せましたよ。私ランスさんほんま二回りぐらいサイズちっちゃなったもんな。あ、でもほんま二回りぐらい、はい、二回り一となりましたよ。であの昔の映像見てたんですよ、この前ね、あのランスさんがあのまたライブやりたての時ぐらいの、またまあ、そのルームさんの前の映像っていうのがあって、ああそれをちょっと見てたんですが、ほんまにえらい違いでね、足の太もも周りなんかあれ 1.5 倍ぐらいあったもんな。そうですね、だから競輪選手並みの太ももしてましたよ私。太さはな、うん、筋肉じゃないけど、あれなんかいろんなもんが入ってるよね、うん、いろんなもんが、もうメイン脂肪やったと思いますけど、脂肪と水となんか、脂肪と水ですね、メインはね、そんな感じの、でもランさんはほんま痩せたなと、見違えるように痩せた。だから久しぶりに会ったりしたらびっくりする人いるんちゃうと。あ、だから「どうした?」言われるんで、うん、でも太い頃の私を知ってる、だから2年以上会ってない方とかだったらちょっと「えっ、どうした?」みたいな。でそれがですね、はい、ランさんの脂肪が私に移りましてですね、移動ですねこういったっていうね、ちょっとね、私体重がそろそろやばくなってきて、最近そうやな、腹が出てきたなと思ってね、やばいやばいと思いながら、これは引っ込めなあかんなと思いまして、はちょっとなんかやらなあかんわと俺も最近思うようになりました。で誕生日の時のねコメントに結構いただいてたんで、あの健康に健康にって言って、あ、健康に健康に、ね、まずちょっと痩せ、ちょっとは痩せなあかんな、5キロ減らさなあかんなと思って。あ、5キロ、うん、今ねこの前スーパー銭湯行ってびっくりして、うん、いや僕今いまだに65キロのつもりでいてたんですけど、はい、つもりでいてたんですよ、はい、よう言ってるでしょ、65ぐらいです、うん、65ぐらい、まあ、7ぐらいあるかなって言ったんですけど、うん、スーパー銭湯行きましてこの前、うん、で、まあ、裸じゃないですか、うん、まあ、真っ裸のまんま体重計パッて乗ったら 69.7 キロ、あと 300g で70キロやないですかやべえ70キロやと思って、おうそうなんすよ、ちょっといつの間にやらそんなことになってましてですね、あらまあ、あれやばいなと思いまして、まあでもここら辺の肉付きがなんかちょっとなんかいかつくなってますもんね、まあ、なんかお乳みたいなのできてるじゃないですか、うん、お乳私よりあるんちゃいます、バッと あるで私よりあるんちゃう、いやあるんちゃうかなと思いますね、ほんまないもんな、いや私ほんまないんで、ほんまにないもん、あの申し訳ない程度にプッて膨らんでるぐらいなんで、だから多分コウさんの方がちっちゃいあるなんか笑ったらあかんけどでもほんまここがもうかつての私 の、 あの女子プロレスラーならぬ、ね、はい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 、プロレスラーみたいになってきてるじゃないですか、こう、うん、ガチってしてて、まあまあその痩せるというよりもちょっと筋肉に変えていかなあかんな、脂肪るいうことですね、ええらしいですよね、でもその脂肪ついてから筋肉に変えるのって結構ええよって言われたりするんで、体作りのまず第一歩は太ることから始まるらしいんで、とりあえずブワーって食べて、うん、もう脂肪をつけてから絞るみたいな感じですると綺麗に仕上がるらしいです、うん、はい、なんやよ分からんけど、なんかやってみようかな、どうなるんかなと思うんですけどね、でもそれあの体ちょっとパキってみたいなっていう話をしてた去年ぐらいからずっと言ってたけど全然進行しな い、 いどんどん横行ってますがななあ横に来てるっていうね、そうそう、ね、俺も太もも周りも結構ああうん、そんな脂肪って感じではないねんけど、うん、ちょっとっ、ね、ちょうど私が痩せた分だけ大きくなっちゃいましたね、入りましたね、ええ3キロぐらい増えました、だから言うてその何ヶ月か前、今年だけで3キロぐらい太ってると思うんですよ多分、お、はい、
動いてないっていうのが大きいんですかね。そうですね、今ちょっとあんま動きがないんでね、ちょっと動くことをやらなあかんなと思いつつ、まあ散歩行ったり、散歩では取れへんな、ちょっとやっぱり過激なことやらなあかんのかな。でも過激すぎたらちょっと年齢的にやっぱしんどいしね、だから、故障したらあかんから、有酸素運動を、ね、まあ、あと食べる量ですよね、そんな量食べてない。これがね、年いったら量食わんくても増えるんですよ。なんかそりゃ基礎代謝落ちますから。あ、にだからもういいよいいよ、もうそういう年齢になってきたかなと。中年太り、ね、僕最大体重80キロ近くまで行きましたから、78点なんぼとか。いやでも80キロ近くまで行くともう見れへんですよ。見れへん、もうこんないだ、うん、うわっ、そういよ、もう今日暑いな圧もないのに一人でずっと汗かいてる。汗かいてるタイプ。やめても。でもね、80キロ近くあった時そうやったわ。常に汗かいとったわ。なんか暑い。脂肪かぶりすぎて。あ、肉布団がね。うん、ね、顔ももっと大きかったから丸くて。なんかあの首と顔の境目ちょっとどこですかいう感じでしたもんね。その当時の顔はね。そうそうそう。で茶髪やでしな。太ってんのに茶髪やしな。うわあ、だいぶ生きってる感じやね。生きてたもんな。太ってて茶髪で腹出ててな。生きすぎや。終わってるやんもう。太って茶髪でなあ、腹出ててってそんなやったんすよ。それを長いコートで隠すみたいな。うわ、もう余計に壁、それ壁にしか見えないし、そんな、そうやね、階段登る時とかめっちゃ分かんねんな。ああ、膝にくる、え、はあはあ、膝にくるっていうか、あ、重たい、はあはあも言わんねんけど、重たいっていうのはなんとなく分かんねん。体が重い感じがするっていう、なんな、案の定増えとるやんっていう。もう体重計さ、その僕ね、そのスーパー銭湯行った時ぐらいしか乗らんので。え、家にないんすか体重計。あるねんけど、あんま乗らないんすよ。そんなに管理しないんで、体重なんとなしでこう、あ、重いなとか軽いなとかでやってるんで。でも最近はちょっと重くなってきたねっていうのが体自体が感じるようになってきたんで、まずはちょっと絞ることをやらなあかんなっていうのは。締めて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 っていう感じ で、やっぱりズボンがパチパチになってくるんですよ。いや、そりゃそうでしょう、ちゃんと脂肪ついてきますので、あちこちかね。で、前に切れたジャケットがピチピチになるんですよ。これはいかんと思って、そろそろ背中のなんか継ぎ目とかパーンって弾けたら嫌ですよ私。 You are shaa みたいな。 You are ビリーって You are shaa みたいな。恥ずかしいやないですか。あ、でももう究極なんかもう袖通ったはええけど、もう折りひん脇がみたいなパチってなってこんなんなるっていう姿ね。大きくなっちゃったんすよね、やっぱ歳やな。まあでも、僕結構体重上下してた方なんで、まあもう若い時はね、何ぼ食っても太らなかったですけど、それはね、やっぱり今は食えば食うほど太るし、運動せえへんかったらせえへんだけ太るしっていう感じで、ちょっとやっぱ考えなあかんなっていう。本当にあの40超えたらちゃんとこう管理しとかないと、油断するとすぐ太るんで、ほんまにね。だからあんまり体重の増減ない方が体にはいいんですけどね。本当はね。でも今までそれでやってたんやけど、やっぱりちょっと運動量が減ったっていうのがあるんで、これはちょっと なんかをやらなあかんなっていう、何が続くんやろうなとか思いながら。ちょうど良かったのがあの朝ね、朝バイトしてたんですけど、あれが良かったんですけど、バイトでね、今も少なくなっちゃってるんで、ね、なんかね、格闘技好きなんですけど僕ね。それやったら絶対怪我するまでそれでしょ。そう、ただ格闘技やっちゃうと本気でやっちゃうんですよ、好きやから。好きなもので本気でやっちゃうんで、ガチでなんかこうやっちゃうみたいなね。危ないしなと思って、怪我もするしって。あれ練習だけで十分怪我するんですよ格闘技って。どれでしょう、普通にあのサンドバッグ殴るっていう作業はある、作業っていうかあるじゃないですか、作業。あれもずっとやってると、もしその角度が悪かったりすると指とか壊すん でこれギター弾くときに非常に悪いんですよね。手はあかんですよ、手使うことあんまりやらん方がええでってよく言われたんですけど、でもそんなキックだけの競技ってないでしょ。テコンドーとかそうじゃないの。テコンドーってほぼキックでしょ。まあほぼ足技ですけど、ね、テコンドーかカポエラちゃうわ、
カポエラですね。なカポエラがずっとこんなやってやるやつでしょ。あれ誰がやってくれるの一緒にあれ。私しませんよカポエラ。カポエラを誰がやってくれるの。ずっとこんなやって。健康には気ぃつけなあかんということで、そろそろねもう年齢も年齢これねほんま誕生日のほんまコメント見たらもうみんな健康に健康にって。いやもうね皆さんがね感じてらっしゃるんですよもうこれね。タバコやめたらかっこいいなとか。うん。40後半ですよ、うん、そこからガタくるんで、うんうん、いろいろとね酒はねあんま飲まないですけど、うんうん、タバコ吸いますからね、うんうん、どうなんですかねタバコやめたらまた太ったりしてなあタバコやめるずっと喫煙者が、まあ、禁煙するじゃないですか、うん、みんな太る太るしそのなんか別の異常もきたしそうな気がして僕怖いんですよあのなんていうんですかねもう完全にあれ習慣じゃない嗜好品なんで何かあったらこう休憩で吸うとかっていうのが、うんうんうん、この吸う行為がなくなったら手持ちぶたさすぎてなんかないかななんかないかなみたいになるんでそれの紛らわせるのにお菓子食べる人が多くてわかるうん。わかるわかるその口に何か入れたりする、ね、そう口寂しいんですよ赤ちゃんおしゃぶりとかそうそうそうのそれであの前の職場のずっとタバコ吸ってる人が、うん、禁煙してめっちゃ太って、うん、あかんわってまたタバコ吸い始めたら、うん、また元戻ろみたいなあ難しいですねこれでも、うん、でもなんか言ってたのがその口寂しくて食べてるのもあるけどタバコ吸わなくなったら味をすごい感じるようになったから、うんうん、ご飯が何でもかんでも美味しく感じるとだから食べ過ぎてまうところもあるって言ってましたねあなるほどそんなこともあるんやなと思って分かれへんけどなもうやめれたらええんやけどないいやけどなどうするやめタバコやめました多分明日世界がなくなるでそんなに理由はないにしても多分なんかずっとイライラはしてそうだなっていうのありますよねもっと落ち着かんよ、うん、もっとそわそわしだすみたいなこれねでもその別 の, そのオールナイト関西の動画でこれいつ上がってるか分かんないんですけど、うんうん、撮るときに言ったんですけど言うたら ADHD じゃないですか、うんうん、でそういう人ってやっぱりタバコすごい吸うのよねやっぱりもう手持ちぶたさやからイライラするとか、落ち着きがないとか、僕も落ち着きがないんででそう考えると吸う人が結構多いかな、ね、まあ僕のその周りでもそうかなと思ってそれで落ち着かせるみたいなんやけど、まあ、その抑えてはおるけどね、うん、でお酒はねこれ不思議と飲まんでも全然いけるんですよねこれはね不思議やなとなんかタバコ吸ってる人イコールお酒を飲むっていうイメージがあってお酒別にいらんもんなっていうだからなんかタバコ吸いの人がよう言うのがお酒飲んだら吸いたいし吸ってたら夜になったらやっぱ飲みたくなるとかっていう人結構いらっしゃるんでそれはでもセットでやってたからそういう癖が出たんかもねでもなんかそれセットの人しか私見たことないんですけどね、うん、俺酒は全然いらん人やねそのもともと飲めんかったっていうのが多分大きいと思うんですけどもそんなにお酒自体を美味しいと思って飲むことはあんまないんでそんなにお酒飲めたらまたコーヒーの方がいいかなってなる人なんででもコーヒーの飲む量すごいですもんね飲む量すごいねこれもあかんなと思いながら最近もう家帰ったら水にしてるんですけどあんまりこうね、うん、なんかミルクやら砂糖やら入ってるのはね大量に飲まないので私もそれねあの受験生の時に、うん、コーヒーずっと飲んどったんですけど、うん、ミルクに砂糖に全部フルで入れとったんですよ、うん、で1日に10杯以上必ず飲んでたんで、うん、太りましたもんねちゃんと、うんうんうん、これはいかんと思って難しいですけどね、うん、健康というのはみんな皆さんもね結構健康にはいろいろあると思いますけど病院行ったりとかもねせなあかん、うんまあ、僕は今その病院行くようなことはあんまないですけど、うんうん、でもやっぱり1も2も基本は運動ですよね運動やな、うん、運動やな今年の課題運動、うん、運動ですよ父さんどうしようかな俺山登り好きやけど山登りってさ誰でも付き合ってくれないのよ一人で行ったら嫌じゃないですか嫌やん一人で寂しい誰かが一緒じゃないと無理って言うてる時点で継続してできません運動なんてそんなもんなんか週に1回とかで意味ないじゃないですかそんな俺一緒がいいんですよね誰かとそんな言うてるからいつまでたっても運動できないんですよ山登りってなんかみんなで楽しくやりたくないいやもう痩せるためのもうこれはもうなんか、ね、でも俺やりたくないことをやらへん人やから、うん、やりたいことでやらんとあかんねんなこれ難しい話でなんかバイトしようか違うな
の方がいいかもしれんですね、うん、なんか、何があるやろ、でも俺トレーナーとかできへんからな、なんか動かす、体動かすバイトって現場とかもちょっとしんどいしな。でも体動かすバイトってもう現場でしかないでしょ。現場って難しいっすよ。でもその時間が決まってるやんか、もう朝8時から夕方5時って、ね、残業とか決まっちゃってるから、そういうの無理やんか今。そんな考えたらもうできるもん全然あれへんですよ。ないね。何しようかな。こう、ないですね、そう考えたら。でもなんか探そう、どっかの飲食店もな。飲食店で、飲食店もでもそんなにこう鍛えれるかちょっとちゃうやん。まあでもなんか部分的にはムキムキになるけどでもその店にもよってちゃうねんか。重いもん持たなあかん店だったり、そうじゃない店もあったりするし。なるほどね。なんかでも体動かすことせなあかんな。家がな、もうちょっと広かったら自分でやりだすと思うんだけどな。あ、はいはい、動けるスペースないからなかなかね、それ外でやるかってなるとなかなかどうなの、続くんかなっていう感じですけどね。うん、まあでも、運動が無理ならもうまずは一番やりやすい食事制限ですね。食事制限ですね。今も1日1食なんですけどね。それは良くないと思いますよ。ダメなんすか。はい、1日辰吉丈一郎と一緒なんですけど。いや1食にしたらそんなもん体飢餓状態の時間が長いんで、 その分ものすごい吸収しますよ。おでも昔からそれやね、ずっと。でもあの、その1食分で食べるやつを分食する方がいいですね。血糖値バーン上がるんで、その瞬間 あんまり良くないっすよ。なるほどな。まあ、こうやって出てきた時は昼一緒に食べますけどね、うん、楽しいから、うん、なんか一人で飯食うのもな。また出たも一人で何もできへんし。いや、ほんまそうやね一人で何もできへんし。ほんまそうやね俺一人やったら死ぬねんめんどくせえ一人やったら死ぬねん俺。いやある意味ランさんもそうやと思うで。寂しくないかもしれんけど、ランさんをほっといたら一人やったら死ぬと思いますよ、うん、でも生活がむちゃくちゃすぎて、うん、まあ、むちゃくちゃすぎてのに人なんですけど、でも何かするってなったら私一人でも全然構わん人なんですよ。だからジムも一人で行くし。ああ、俺それできないんですよ。もうご飯とかもなんかお腹空くのが嫌な人なんで、とりあえず一人で何か食べに行くとか全然できるんですよ。あ、食べに行くのはまあまあしますけど、うんうん、その一人でジムとか一回やってあかんかと思うな。あ、そうなんですか。なんか誰かと一緒にってなった時の方がめんどくさいなと思って、私絶対一人でしか行かないですもん。そう。だって予定合わせるってなったら、お互いの予定合わんかった時に思ったように行けないじゃないですか、自分で。うん、まあでもキックボクシングジムの時は楽しかったんけどな、うん、あのみんながいてるから、あ、誰かおるやん行ったら、まあ、毎度毎度みたいな感じでみんなでできるから楽しかったんけど、うんうんうん、でもそのキックボクシングジムもそういう風に大勢のところはいいけど、少数のところでなんかボツンっていう時あるから、それはあんま好きじゃないよな。条件多いなわがままやろ、わがままっぽやろ俺意外と。いやだからそういう風なことを言うとったら一生何もできんでって、私はちょっと今ちょっと思ってしまいました、うん、一人じゃ生きていけない人なんで僕もう。だからあの一人暮らしすると何やろ、どんどんすさんでいくねんなほんまに暗くなっていくねん。隅っこ、そう、ほんま隅っこでしゃがんでるみたいな怖え。だから一人暮らししてた時は表出るんやけど、それでも全然発散にならんくて、一人でやってると、あ、何の発散にもならんくて、もうそれやったらいかん方が言わんで、引きこもりになるんですよね一人やと。だから今までその絶対誰かと住むっていうのはやってたんですよ。一人では住まないっていうのをずっとやってたんですけど、一人になるともう一回もうそうやって進んじゃったからで、病気になったから。ああ、なるほどね。やむんかなあれ一人やとね。なんか僕は多分そういうタイプだと思います。もともとワイワイしたところで育ってきたっていうのもあるんで、一人遊びが結構苦手っていう方ですもん ね、うん、ね、あ、思んないんですよ、うん、なんかこう何をやっても、うん、でうち弟おるけど弟別なんですよね。一人で何でもできちゃうんですよ。まあ一人で旅よく行ってますもんね、うん、一人旅とか行くんですけど ね、うん、俺一人旅っても何にも面白くないよねって、何も喋る相手おれへんやみたいな。まあ、でもちょっとした小旅行やったら私一人旅全然行きますけどね。あ、まあなんかちょっと距離あるとこやったらさすがにね。一人旅してチャット回してたりなサボちゃんで今から配信しますとか言って一人なんですよ言って相手して言ってちょっとおもろい相手して旅先でもそれやるかっていうどんだけ寂しがりやね寂しがりなんですよね。もうあんま一人で、でもなんか健康ね、ちょっとほんまに気ぃつけなあかんから、
ちょっと、肥満は ね、あまりよろしくないですよ、うん、なるべくそこも手に出るようにはしていこうかな。なんかバイト探そうかな、ほんまに週 3日ぐらいね、朝もう短時間でパッとできるやつ、うん、ね、短時間でパッとヤマトの荷物運び、あ、しんどいなあれ仕分け仕分けとかきついっすあれ。あ、そうなんですか、うん、え、なんかあのどっかの工場行ってずっとひたすら梱包する仕事とかも筋力使うんやろ。なんかある程度こう気軽に動かせれるやつあったらいいけどな。これもちょっとバイト雑誌見て探さないかな。ひょっとしたらなんかあるかもしれないね。もう私もそのなんかどういった職種があるのかってちゃんと分かってない部分があるんで、うんうん、これにちゃいますって言えないですけど、いろんな職種があるんで、うん、なんか当てはまるかもしれない。ポスティングは、あー、ポスティングだ、走るのも今もないやろその仕事自体がほぼ。ポスティングってもうほとんど新聞屋ぐらいしかやってへんもんな。何やったら新聞配達、新聞配達チャリコイで、チャリコイでいいな、チャリコイで新聞配達めっちゃ朝早いですけど、めっちゃ朝早いです、2時ぐらいに出勤ですよそんなやったらまだラムさんとドッペ行った時俺が朝4時とかに起きるようなんで、朝3時やもんな新聞配達やったら。そうですよ、朝起きてー言うて、3時とかじゃあもう2時ぐらいかやな、2時ぐらいに出勤して、なんかこうチラシ詰めてなんやして3時から、うん、はい行きますみたいな感じなんで、みんな、うん、ちょっと運動は何か考えてやりますわ考えといた方がいいかもしれないですね、うん、まあ、あと食事はちょっと考えて、はい、まあそんな感じでしょうもない話でございましたけど、はい、まあ皆さんも僕も我々も健康に気遣って生きていきましょうということで、ランさんは最近意識高いからいいですけど、まあね、お酒さえ除けば何も問題ないけど、お酒が一番あかんけどな、酒が私ダメなんですね、はい、ということでしょうもない話になりました、はい、これにて終了したいと思います。はい、皆さんもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよー。